皆さんこんにちは。健康的なライフスタイルを心がけている動物をご存知ですか？そんな動物はいませんよね。動物たちはカロリー、食物繊維なんてものを気にすることなく、美味しそうにたくさん食べます。ライオンやゾウの食事量はどれくらいでしょう？ラクダはどれくらいの頻度で食事をするのでしょう？一番大食いなのはどの動物なのでしょう？今回のビデオではこのような疑問にお答えします。第10位は、最大の陸上哺乳動物、アフリカゾウです。アフリカゾウの皮膚の厚さは4センチにもなり、信じられないほど強力な鎧をまとっていると言えます。最強動物の世界格付けではアフリカゾウは常に上位を獲得しています。体重は通常7トン、9トンにもなるものもいます。アフリカゾウの強さに疑問を持つ人はいないでしょう。アフリカゾウの鼻は約4万個の筋肉からできていて、200キログラムもの重い荷物を持ち上げることができます。この鼻は高さ4メートルまで届き、立派な牙は長さ2メートルまで伸びることがあります。ゾウは世界中で有名な動物トップ10にも入るでしょう。アフリカゾウの食欲も実に豪快で、毎日300から400キログラムの草や果物を食べます。しかし400キログラムといっても、体重比で見ると決して多くはなく、たった 4% です。第9位、地球上で最も大きい哺乳動物はゾウでもキリンでもなく、シロナガスクジラです。体重は150トン、体長は11階建てのビルの高さと同じくらいで33メートルです。シロナガスクジラは穏やかな動物で、プランクトンや小さな甲殻類を食べます。1枚のヒエ板の重さは90キログラム、長さは1メートルですが、1頭のクジラの口の中にこのような巨大なヒゲ板は800枚以上あります。これは水中にいるプランクトンやオキアミをこし取って集めるための一種のろ過装置です。クジラは一度に最大33立方メートルもの水を口の中に吸い込みます。これは12平方メートルの部屋を天井までいっぱいにすることができる水の量です。シロナガスクジラの1日の食事量は8トンにもなります。それでも今回の大食いランキングではシロナガスクジラは第9位です。シロナガスクジラの毎日の食事摂取量は体重の20分の1に過ぎないからです。次は第8位です。ラクダが断食チャンピオンであることは皆さんの多くもご存知でしょう。ラクダは水なしで3週間、食べ物なしで3ヶ月間過ごすことができます。しかしラクダがどれだけ食べたり飲んだりできるかはあまり知られていません。ラクダは1回で100リットルの水を飲むことができます。食事量も立派で、一度に40キログラムもの食べ物を食べることができます。しかもヨモギ、ガンボク、トゲのある植物など、砂漠で育つほとんど全ての植物を食べます。しかしラクダのすごいところはまだまだこれからです。ラクダは砂漠の灼熱にもマイナス40度もの寒さにも軽々耐えることができます。まさにこうした理由で、昔の商人たちは遥か遠い土地まで荷物を運ぶのにラクダを使っていたのです。さてランキングの順位を確認しましょう。ラクダの体重は約700キロなので、1日にラクダが食べる量は自分の体重の約 5.5% に相当し、これが第8位です。第7位は、地球上で最大の捕食哺乳動物です。ホッキョクグマの体重は最大1トン、立ち上がると3メートルにもなります。ちなみにヒグマの体重は約500キログラム、立ち上がっても2メートルです。しかもヒグマは雑食性で、木の実、果物、蜂蜜が好物で、昆虫も食べます。一方ホッキョクグマは完全な肉食動物で、魚、アザラシ、イルカなどを食べます。
ホッキョクグマは動きが遅くて不器用そうに見えますが、実際にはとても危険な捕食動物です。ホッキョクグマは数キロ離れた場所の獲物を見つけることができ、アザラシの匂いは800メートル離れていても感じることができます。走る速さは時速40キロメートル、泳ぐのも速く時速 6.5キロメートルです。ちなみに平均的な人間が泳ぐスピードは時速1から2キロ程度です。オリンピックの水泳選手でも時速5から6キロで、しかもこれは短距離レースで出せるスピードです。ホッキョクグマには1日あたり12000から15000キロカロリーが必要になります。一度に脂肪分の多いお肉を60キログラムも食べることができます。これはホッキョクグマ自身の体重の 6% です。これがランキング第7位です。次は第6位です。百獣の王の食欲も実に王の名にふさわしいもので、1日に30キロものお肉を食べることができます。例えばトムソンガゼル丸々1頭です。しかし通常ライオンたちはもっと大きな獲物、シマウマやヌー、イノシシ、さらにはバッファローを捕らえることを好みます。大人のバッファローの体重は約1トン、ライオンの体重はわずか250キログラムですが、ライオンは群れで狩りを行うため大きな獲物を捕まえることができるのです。時にはカバやゾウを攻撃することもあり、成功率も悪くありません。ライオンが第6位でした。この動物は自分の体重の 12% に当たる食べ物を消化吸収することができます。第5位は豚です。豚は朝から晩まで食べ続けることが可能で、配合飼料だけでなくお肉や魚、卵、さらには腐肉まで食べます。豚は他の動物の狩りをすることもあり、のんびりあくびしている鶏やウサギを食べてしまうこともあります。豚は1日に15キログラムもの食物を食べ、これはおおよそバケツ2杯に相当します。これでも食いしん坊動物ランキングでは豚は5位です。体重120キログラムの豚が15キログラムの食物を食べるので体重の 12.5% でした。第4位はハイエナです。ハイエナに関する誤解は多数あります。例えばハイエナは雌雄同体だと信じている人もいますが、これは間違いです。実際ハイエナの性別を外見で見分けるのは困難ですが、他のほとんどの哺乳類と同じようにオスとメスがいます。ハイエナはジャッカルや犬の親戚だと思っている人もいますが、これもまた間違いです。ハイエナは解剖学的に猫に近い動物です。そして最も多い誤解は、ハイエナは自分では狩りをせず残り物だけを食べるということです。とんでもありません。ハイエナはアフリカでトップクラスのハンターで、走る速さは時速 60km、 しかも 5km にわたってその速度を維持することができます。また優れた視力と聴覚、そして骨を噛み砕くほど強力な顎を持っています。ハイエナは犬や狼のように群れで狩りを行うので、バッファローやシマウマも捕まえることができます。ハイエナの食欲は大したもので、15キログラムものお肉を食べることができます。これは体重の 25% に当たります。こうしてハイエナはトップ10の第4位です。第3位はハリネズミです。おとぎ話の中などではハリネズミがリンゴやキノコを食べているシーンがありますが、これは好物ではありません。ハリネズミは木の実や果物も食べますが、実際には昆虫や小動物を好み、毒蛇も食べます。蛇の毒はハリネズミにはほとんど効果がなく、人間を含む他の動物を死なせてしまうような毒を使った攻撃を受けても平気です。体重わずか 700g のハリネズミは一晩で 250g もの昆虫を食べます。これは体重の3分の1に当たります。
こうしてハリネズミは第3位にランクインしました。第2位はモグラです。多くの人がモグラを害獣として退治していますが、実はモグラは地中の昆虫や小動物を食べ、土を耕して肥料を与えてくれています。体重は 100g 程度ですが、信じられないほどの大食いで、1日に 60g もの食べ物を食べます。モグラは1日 4、5回も食事をし、食事間に少し眠り、また食べるという生活をしています。モグラは15時間何も食べずにいると餓死してしまいます。お腹を空かすとネズミ、トカゲ、さらには別のモグラにも襲いかかります。食いしん坊動物ランキング第2位はモグラでした。世界の食いしん坊動物ランキングの堂々の第1位はコビトトガリネズミです。コビトトガリネズミは睡眠時間以外は絶えず食べています。1日で食べる量はなんと自分の体重の2倍です。コビトトガリネズミの体重は約 3g、 体長は尻尾を除くとたったの4センチです。コビトトガリネズミが食べるのは昆虫、幼虫、カタツムリなどです。1日に 5g もの高タンパク質食物を食べることができる信じがたい代謝力を持っています。45時間何も食べないと餓死してしまいます。今回のランキングで見た通り、体の大きさや強さが必ずしもチャンピオンの条件ではありません。大食い競争で大事なのは代謝力です。そして小さな動物が巨大な動物よりもはるかに大食いであることがあり、そして全く太らないことも注目に値します。このビデオが気に入ったらいいねを押してください。また次回お会いしましょう。